BE4-6 型はスイスジュネーブの路面電車であるジュネーブ市電で運行されている電車。第二次世界大戦後に製造された路面電車車両で初めて床面高さを下げた低床構造を本格的に採用し、以降世界中で開発、製造が行われることとなる超低床電車の先駆けとなった車両である。この項目では三車体連接車の b e 四。 8型についても解説する。1862年に馬車鉄道として開通し、1894年以降、電化が行われたジュネーブ市電は、最盛期となる1922年に総延長 169.8km15、系統を持つ大規模な路面電車網になっていたが、モータリーゼンションの進行により廃止が進み、 1969年にはわずか一つの系統を残すのみとなっていた。だが、1970年代以降の環境問題への意識の高まりとともに、路面電車の見直しが始まり、路線延長を含めた大規模な近代化プロジェクトが行われることとなった。その一環として導入された新型車両が BE4-6 系である。片運転台式の二車体連接車で、 運転台は、終電装置が設置されている車体にのみ存在し、乗降扉も片側にのみ設置されている。車軸付きの付随台車は、後方車体の連結面付近にあるが、車輪の直径を 375mm と、小さくしたことで床面高さが 480mm まで低くなっており、車内の60.4%が段差なく、乗降が可能な低床構造となっている。 一方で、車体両端の動力台車は、従来の車軸を有した構造を持つモノモーター式、ボギー台車となっており、床面高さも 660mm と交ずつの通り往来の際にステップを介する必要がある、高床式である。上高扉は、低床部分にのみ設置されており、上高時の利便性が図られているほか、両端の上高扉には、車椅子使用客用の収納式のステップが、 搭載されている。一方で、低床部分と高床部分は二段ステップでつながっており、高床部分にも座席が設置されている。1984年に試作車である801が製造され、試験の後1987年から1989年にかけて量産車が29編成製造された。工述の通り一部編成は三車体連接車の b e 四。 8型に改造されており、2019年現在は24編成が在籍する。1989年に製造された車両は、中間車体が追加された3車体連接車の BE-48 型として導入されている。新規に追加された中間車体は、終電装置がある、先頭車体側にのみ小級車輪を用いた、ボギー台車が設置されており、車輪の直径は、 曲線や分岐器走行時の安定性を確保するため、BE4-6 型から拡大した 410mm に変更されている。編成全体の低勝率は72%である。BE4-8 型として製造された16編成に加え、1995年、1996年、2001年には BE4-6 型に 中間車体を挿入した編成が導入され、2019年、現在は22編成が運行につく。ありがとうございます。